まめこチャンネル。こんにちは、まめこです。今日は先日あった Amazon のサイバーマンデーセールで購入したものをご紹介したいと思います。今まではサイバーマンデーセールがあってもまとめ買いってしたことなかったんですが、今回は主人が出張中に貯めたマイルをアマゾンポイントに変えていて、それが3万円分あったので、必要なものとか欲しいものとか買っちゃおうっていうことでたくさん購入しました。これまではサイバーマンデーセールって結構電子機器とかそういう高いものが安くなるっていうイメージが強かったんですけど、見てみたら日用品とかもすごい安くて、この機会にいろいろ買っておこうと思って購入しました。はい、では開けていきたいと思います。そう、こちらは主人用の傘ですね。なんか結構大きくて、これで大丈夫なのかなってちょっと心配なんですけど、こちらは2480円のものがタイムセールで496円引きになってました。で、1984円ですね。おっすすんな、すごい大きいですね。これなら肩とか濡れずに、かなりちゃんとカバーできる大きさだと思うんですけど、でもすごい持ちやすいですね。ちょっとこれは主人が帰ってきてから見せようと思います。多分この袋は使わないですよね、きっと。肩にかける用の紐なんですかね、これは。キリンファイヤーワンデイブラックの600ml が24本入っているものです。こちらが2835円で多分これはセール価格じゃないんですよね。本当は数量限定のセールを狙ってて、1本あたり77円で買えるってことで注文しようと思ったんですけど、他のものをカートに追加しているうちに、数量がなくなってしまって、結局、セール価格で買えなかったっていうやつですね。今回失敗したなって思うのは、カートに入れたから大丈夫だろうと思ってたんですけど、いざこう購入しようと思ったらもうセール価格ではなくなってしまってて、もうそれはちょっと今後サイバーマンデーセールで買うときに気をつけなきゃなって思ったところですね。セール価格ではなかったんですけど、主人が毎日1本会社に持ってくので、スーパーで買うのが重いし、まとめ買いしておこうってことで購入しました。セール価格ではないので1本あたり118円、24本で2835円でした。私も主人もコーヒー大好きなんで、多分やっぱ1日にこの 600ml くらいはないと足りないかなって感じですね。で、これでだいたい1ヶ月ちょっと分ですかね。あ、そうです、主人が単身赴任から帰ってきました。で、こちらはジップロックの L サイズ60枚入りですね。いつもは10枚入りのを200円くらいで買ってるんですが、これは60枚入りで1030円でした、はい。で、こちらが、おしゃれ着用洗剤 MR ですね。 MR の詰め替え2個セットなんですけど、
詰め替え用 2.3 倍ということで、これは920ml のものが2つ入ってます。522円だったので、もうこれはすごい安いなと思って買っちゃいました。いつも買ってるやつはこの大容量じゃなくて普通のサイズなんですけど、それは安くて170円くらいの時があって、まあ、いつもはだいたい200円前後だったかなって記憶してるんですけど、もうこれは 2.3 倍の量で、しかも2個入りで533円なので、もうめっちゃお得だなと思って購入しました。でこちらはバスマジックリンの詰め替えですね。香りが残らないタイプのが4個入ってます。でこれで、734円ですね。まあ、1つあたり183円なので、まあ、あんまりいつも買ってるのと金額は変わらないかなっていう感じなんですが、まあ、まとめ買いしたくて購入しました。でこちらがキュキュッとクリア除菌の超特大サイズ 1380ml のものです。372円です。これもめっちゃ安いなと思って購入しました。いつも買ってる詰め替えが多分 700ml くらいのですかね、この2倍で372円はだいぶお得かなと思います。これが、シーチキンの10缶入りです。子供がツナ大好きなので、もうあっという間になくなってしまうので購入しました。これは10缶入って976円、1缶あたり97円ですかね。いつも買ってるのが4缶入りで500円くらいだから、スーパーで買ってるのより安いです。でこちら、先ほどジップロックの L サイズありましたが、 M サイズも購入してます。 M サイズ90枚入りで764円でした。いつも買ってるのがジップロックの M サイズ16枚入りで、だいたい260円から70円くらいなのかな。なのでいつもの16枚入りを購入するよりもだいぶ安いですね。じゃあこちらが、モザイクかけてますが、夫用のボクサーパンツですね。2枚で750円でした。私と主人の冬用のスリッパを購入しました。これは私用の、M サイズです。ふわふわであったかそうですね。で後ろがこんな感じでなんか滑り止めになってるので、家事して結構小走りだったりするときになんかこう滑らなくて良さそうです。でここの後ろがスルスルのスリッパ履いてると、たまに階段とかでこけちゃうので、皆さんこけないですか？多分私がおっちょこちょいなんですかね。でこっちが主人の L サイズのスリッパですね。これは紺色？紺かな？紺色です。これは主人のやつですね。 USB のヘッドセット、ゲームをするのにマイク付きのやつが欲しいって話でなんか購入したみたいです。899円です。なんかもうちょっと高いいいやつでもいいんじゃないって話をしたんですけど、なんかたまにしかやらないからこのくらいのやつでいいみたいです。これはトイレ見違えるトイレクリーナーって名前ですね。エリエールのものです。多分ドラッグストアとかでも売ってるんですが、10枚入りのものが10パック入ってて、まあ、全部で100枚ですね、が740円でした。多分普通1パック200円前後ですかね、240円とかするので10パック入って740円だからだいぶ安いです。で、こちらはアタックゼロの詰め替えですね。これは 1350g 入っているタイプです。1つ1100円で購入しました。
多分これはドラッグストアで売ってるのとそんなに金額は変わらないと思います。ただ私自転車で買い物に行くので、いつもこの大容量タイプを買うともう本当荷物がいっぱいになっちゃって、ドラッグストア行って一回お家に戻って、で普通の食材の買い出しにもう一回スーパー行ってってことをするので、もうこれはアマゾンで買っちゃった方が楽なんじゃないかなと思って購入しました。まあ、先ほど出てきた、まあ、洗剤類もそうなんですけど、全部定期便も申し込んで、これからはもう買い物に行かずとも届くようにしちゃいました。やっぱりこう買い物に行く時間を減らしたいなっていうことで、ちょっと定期便も活用していこうと思います。レノアの詰め替えです。これは 1800ml 入ってます。我が家はいつもこのフレッシュグリーンの香りを使ってます。で、こちらは615円でした。これは多分だいぶ安いんじゃないのかな。多分いつも買ってる普通サイズの詰め替えが200円くらいするので、その4倍だから615円で買えるっていうのはだいぶお得かなと思います。これも定期便にしました。とこれは私が欲しかったとミニスカルプ&ボディマッサージャーっていうものですね。頭皮のマッサージもできるし、こう肩とか首のあたりのコリをほぐすのにも使えるっていうものです。主人ももう一日中パソコン使う仕事してるので、まあ、一緒に使えるかなと思って購入しました。これだいぶこれだいぶ気持ちいいです。ほんと肩こりとか、なんかこう首の周りのコリがひどいなって人におすすめです。もう3424円なので、なんか充電器がこういう感じですごいこう置いとくだけっていうのが、なんかこう見た目がコロンとしてて可愛いのもいいです。まあ、これはちょっとすぐ隠さなきゃいけないんですが、もうすぐクリスマスなので息子へのクリスマスプレゼントです。まあ、サンタさんからってことになってるので、もうちょっとすぐにラッピングして目につかないところに隠したいと思います。こちらはレゴのマインクラフトクラフトボックスっていうもので、なんだろう、マインクラフトシリーズは結構いろいろあるんですけど、他のやつは結構こういう風に作るよっていうのが決まってるものなんですが、こちらはいろんなパーツが入ってて、本当にマインクラフトをやってるみたいに、まあ、自分でこうねいろんなのを作れるってやつで、結構前から息子が欲しがってて、サンタさんへのお手紙でもマインクラフトのクラフトボックスが欲しいですって書いてます。でこちらで最後です。これはアンブレラハンガーですね。傘立てです。1622円で購入しました。全部真っ白なのと真っ黒なのと、この白と黒が混ざった3種類あったんですが、このカラーだけ安くなってて1622円でした。ちょっとこれは明日か明後日玄関の大掃除するので、その時に掃除しつつ傘立てを入れ替えしたいと思います。はい、ということで今回は Amazon のサイバーマンデーセールで我が家が購入したものをご紹介しました。この中で一番高かったのは息子のプレゼントでした。何かの参考になったら嬉しいです。
ご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったよという方はグッドボタン、それからチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。